1年で一番検証が出る季節が来たー。こんにちは、外館です。今回は1年で一番検証が当たる季節の12月と1月について話をしようかなと思います。 SNS 検証になってから1年中、検証をやってるって感じになってるんですけども、その中でもですね、4つの時期に特にですね、検証がよく出てくるんですね。1つ目が3月から5月15日までの春からゴールデンウィークの終わりまで。2つ目が7月から、8月10日ぐらいまでのサマーシーズンの間ですね。3つ目が10月のハロウィーン。10月のハロウィーンは他の時期と比べてちょっとですね、落ちるかなと思うんですけど、ハロウィーンをですね、盛り上げたいって、企業がそういうムードなのと、で、あと、お菓子とか飲み物をですね、配るって習慣なので、それもプラスして、当たりやすいっていう時期に入れてみました。最後の4つ目が、12月から1月15日までの時期です。まあ、要するに、年末と正月ってことになります。この12月から1月15日の検証が他の時期と比べてもですね、たくさん検証が出てきます。ちなみに全く、検証が出てこない月があります。それは6月の梅雨の時期です。まあなんかジメジメしてる季節なんで、企業も検証を、出そうって思いづらいんですかね。12月から1月の検証に話を戻しますと、12月から1月の検証で他と違うのはですね、家族が喜ぶような豪華な検証が多いです。家族が喜ぶような豪華な検証、例えばですね、車、車の中でも外国製の車とかですね、あとは冷蔵庫とか、あとはですね、大型テレビとか、あとは家庭用ゲーム機とかも結構出やすいと思います。また商品券などの場合、金額が多い商品券が出ることが多いです。5000円とか、1万円の、高額商品券とか、500円とか1000円とか、金額が少ない商品券はその分ですね、500人とか1000人とかもっとですね、当選人数が増える傾向があります。さらに今年は例年と違ってビッグイベントがありますね。そうです、ワールドカップです。日本の場合、ラグビーや卓球やフィギュアスケートなどが台頭してきて、趣味の多様化が進んできたかなと思うんですけども、それでもですね、ワールドカップはビッグイベントなので大きな検証が出てくるんじゃないかなと思います。テレビなどの映像、家電製品、世界的な飲料メーカー、世界的な食料メーカー、世界的なお菓子メーカー、あとは人が移動するので飛行機会社、あとはみんながですね、必ず身につけているのでスマートフォンのメーカーですね。ワールドカップは大きなイベントで関わる企業もたくさんあるので、覚えておくといいことがあるかなと思います。12月1月はたくさん検証が出ると言っても、1回応募しただけですね、当たるってことはないんですね。検証がたくさん出るので、たくさんですね、応募する必要があるんです。どこでやってるかわからないって人や、初めて検証に応募する人はですね、検証サイトを訪れてみて、気に入った検証があったら応募してみるのをお勧めします。僕のこのプレイステーション5と SSD 2TB も去年の12月に当たりました。検証に当たって嬉しい年末年始を迎えられるといいですよね。それではまた。